皆さんこんにちは。日本の元プロ野球選手野茂英雄さん、日本プロスポーツ大賞や史上15人目の投手三冠王など数多くの記録を持つ日本を代表する選手として活躍し続けました。そんな野茂さんですが、1991年に結婚、2人のお子さんもいます。選手として一人の男性として順調な道を歩んできたと思いきや、金銭トラブルもありました。今回は野茂さんの現在や子供、金銭トラブルなどについて調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは野茂さんのプロフィールから見ていきましょう。野茂英雄さんは1968年8月31日生まれの54歳、大阪府大阪市港区出身。身長188センチメートル、体重 99.8キログラム、 血液型 B 型。1990年4月10日の西武ライオンズ戦でプロ初登板した野茂さん、その1年後となる1991年に結婚しました。奥さんの名前は森本菊子さん。野茂さんが新日本製鉄堺で社会人野球をしていた時代に相手チームのチアガールをしていた菊子さんに一目惚れしたことが出会いのきっかけだったそうです。一目惚れしたことから声をかけて交際に発展したということはナンパだったということになるのかもしれませんね。お二人は交際から2年で結婚。菊子さんの情報は結婚以外特にありませんが、野茂さんは結婚した1991年に6試合連続2桁奪三振と自身の記録を塗り替えるという大記録を打ち出しています。野茂さんの活躍は菊子さんの支えもあってこそだったのかもしれませんね。野茂夫妻の間には2人のお子さんがいます。1人は野茂隆弘さん、もう1人の名前は公表されておりません。隆弘さんは1992年生まれの31歳。野茂さんがメジャーリーグへ行ったため3歳からアメリカへ渡米しました。ただ日本の世田谷区にあるインターナショナルスクールへ通っていたそうです。もちろんアメリカにいる日本駐在者のチームに混じり、野茂さんの血を継いで野球をやっていたとのこと。サンフランシスコにあるメンロー大学では野球のマネージャーを務め大学を卒業、その後日本ハムの通訳者として働いています。隆弘さんは日本語と英語だけでなくスペイン語もできるとのこと。3カ国語も話せるなんてすごいですね。ただ日本人野球選手がメジャーへ挑戦した際にはお子さんもアメリカの学校へ通う傾向が高いとか、それだけに苦悩もいろいろあるようです。隆弘さんがインタビューを受けた際、偉大な父親を持って悩んだことは、というインタビュアーの質問に対し以下のように答えていました。野茂英雄の息子が日ハムの通訳者に、という新聞の書き込みに何とも言えない気持ちになった。これは隆弘さんが日ハムの通訳者として就任時のもの。普通裏方が記事になることなどはあまりありません。このことからしても隆弘さんの重圧がわかりますね。しかし裏を返せばそれだけ野茂英雄という選手が偉大だったということでもあります。そんな野茂さんですが、2008年5月に引退を表明。同月に東北楽天ゴールデンイーグルスが交渉意思を示すも入団には至りませんでした。7月に共同通信のインタビューに対し、リタイアすることにした、プロ野球選手としてお客さんに見せるパフォーマンスは出せないと思うし、同じように思っている球団も多いと思う、自分の中ではまだまだやりたい気持ちが強いが、自分の気持ちだけで中途半端にしていても周りに迷惑をかけるだけだと思ったとコメント。引退会見などは特に行いませんでしたが、事実上の引退発表となりました。引退から15年経過しましたが、現在はどのような活動をされているのでしょうか。野茂さんの現在についても見てみましょう。野茂さんは現在も野球界で裏方としても活躍しています。主な仕事を大きく分けると、野茂ベースボールクラブ代表理事、サンディエゴパドレスアドバイザー、野球解説者、3つです。野茂ベースボールクラブは2003年に設立。設立当初は大阪府堺市を拠点に活動していましたが、2023年現在は広島県豊岡市に本拠地を移しているそう。2014年6月1日のすごいストでは
学生時代にチャンスに恵まれなかった若者たちに活躍の場を提供し、いつかプロ野球選手として活躍してほしいと語っていました。また野球で地域を活気づけてほしいという思いもあるのだとか。野茂さんは現在も時々同チームの練習に顔を出しているそうです。選手引退後も野球を目指す若者の受け皿になるべくオーナーとして活躍されているのですね。2016年2月にはサンディエゴパドレスという野球チームのアドバイザーに就任。こちらのチームはメジャーリーガーダルビッシュ有さんが2021年から所属しているチームでもあります。ダルビッシュさんはパドレスで野茂さんにたびたびアドバイスをもらっているそう。今日野茂さんが来られていて久しぶりにお話をすることができました。フォークの投げ方も丁寧に教えていただけました。それ以外にもたくさんヒントになるような言葉をいただいて感謝しかないですと語っていたこともありました。ダルビッシュさんの活躍は野茂さんのアドバイスを生かしたからこそかもしれませんね。さらに2010年から野球解説者としても活躍しています。同年11月6日に行われた中日ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズのテレビ放送が初司会。この時1988年のソウルオリンピックでバッテリーを組んでいた古田敦也さんと共演しています。2022年6月10日のオリックス対阪神戦では解説を担当。この試合でも古田敦也さんと共に実況したそうです。この放送の際、野茂さんはそれぞれの監督のカラーは式に出てますかと実況のアナウンサーに聞かれ、全然わかんないですね、そこまで見れてない、すみませんと淡々と返答したのだとか。正直すぎる野茂さんを古田さんがフォローするなんて場面もありました。ちなみに2016年11月にはポートランドロースティングコーヒー京都というカフェもオープンしましたが、2022年に閉店。京都の高台寺付近にあり、高知や東京でもコーヒーを販売していました。閉店理由は明かされていませんでしたが、コロナの影響だったのかもしれませんね。選手引退後も多方面で活躍し続ける野茂さん、輝かしい自責の裏で借金トラブルも起こしていました。トラブルの相手は同じく元プロ野球選手の佐野茂樹さん。お二人の借金トラブルが報じられたのは2018年9月。東京地裁は佐野さんに対し野茂さんに借金2565万5000円とその年 5% の利子を払うようにと命じられたのです。佐野さんは2003年9月に現役引退。その際野茂から3000万円を借りているものの、佐野さんは434万5000円のみを返済。佐野さんの借金理由は極端に年俸が下がったためだったとか。2000年の年俸は1億3000万円でありましたが、メジャーリーグ挑戦の際は2年間で月15万円を半年のみ。2003年に帰国した時には年俸600万円まで下がったそうです。派手な生活などはしていなかったようですが、一度上げた生活レベルはそう簡単には落とせないということでしょうか。また野茂との借金トラブルは裁判をきっかけにようやく家族も知ったとのこと。佐野さんの奥さんは借金のことを知った直後はなぜ話してくれなかったのとかなりショックを受けていたそうですが、今はパートで働きに出て佐野さんの借金返済に協力してくれているとのこと。現在佐野さんは年商20億円のカリスマ経営者辻啓太さんの運転手を担当しています。野茂さんに誠意を見せて一日でも早く返せたらいいですね。今回は元プロ野球選手野茂英雄さんの現在職業、結婚、子供、金銭トラブルについてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。